ライト、フォグライト。よし。はい、後方確認。よし。はい、こんにちは、ぼっちです。いつもプロポチチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。はい、ご覧の通り、本日も快晴でございます。はい、今日は、V ストローム250、リハビリツーリング、3回目になります。はい、ほとんどもう毎日のようにね、少しずつ走りながらね、習熟運転を進めています。はい、だいぶね、肩の方の動きも良くなってきましてね、万歳の形でね、120度まで肩が手が上がるようになりましたね。はい、横向きはね、105度というところで、まあできればね、万歳の姿勢でね、160度までね、手が上げれるようになりたいなと。あと、40度ですか、可動域がね広がれば、まあほぼ完璧という状態になるかと思います。そこから先はね、やはり筋トレですね、筋力つけていかないとね、なかなか肩周りがね細まってしまいましたね、すごい痩せ型になってしまいましたねお腹の方が目立ってきましたねはい、ということでね、はい、順調にねリハビリも進んでいる。オートバイの、ツーリングリハビリの方も、進んでいるということでね、はい、だんだんね、ぼっちのね本格シーズンに向けてね、準備が整いつつあります。はい、今日はね、ちょっと足を伸ばしてね、芸北オークガーデンのお風呂にね、行こうかなと思います。はい、ぼっちね、まあこの年になるまでにね、まあ特にですね、この最近ですね、この後、過去2年間の間にね、実は3回手術をしています。すべてね、加齢に伴う、体の変化に、変化をね、対処するためのね手術ということでね、全身麻酔での手術を2回ね、経験しています。この2年間でね、まあ70代はね、老化と戦う分かれ道というね、ことでね、先般お話をさせていただきましたけれどもね、まあこの、まあ、3年間、特にその70を前後してね、こういうふうにその老化の現象が顕著になってきましたんでね、まあこれについてね、まあ皆さんもね、多少なりとも、まあ、経験のある方もいらっしゃるし、これからそういう経験をされる方もいらっしゃるだろうしね、経験されない方もいらっしゃるとは思うんですけれどもね、まあ何らかの、参考になればと思ってね、ぼっちのその体験談をね、一つずつお話をさせていただこうかなというふうに考えています。はい、このリハビリツーリングのね道中にね、そのあたりのところをね、これからシリーズとしてね、ちょっと、しばらくの間ねお話しさせていただこうかというふうに考えています。はい、あの頃は苦しかったですね。63ぐらいかな、63、4、朝ねバスでね通勤をしてたんですけれどもね、約1時間ぐらいバスに乗るんですけどね、はい、その1時間ね、朝ね、まあ途中トイレに行きたくなったらね、もうやむを得ずね、必死になって途中下車してね、マックのトイレにね駆け込んだりすることがねよくありましたね。まあお勤めしてる時がね、やっぱりその例えば公共の交通機関を使わないといけない時とかね、まあ、そういった時はね、やっぱり一番そういう頻尿にね悩まされた、時ですね。まあ年を取ってくるとね、皆さん頻尿になってくるんですけれども、まあ、頻尿の傾向は強くなってくるんですけどね、ひどい場合はね、要は尿閉って言いましてね、おしっこが出なくなっちゃうんですね。まあこれ兆候がありましてね、だいたい夜ね、夜半にトイレ行きたくなってね、まあトイレの回数多いんですけれども頻尿でね、夜半にトイレ行きたくなって、まあお酒飲んだ時が多かったと思うんですけれども、あるいは風邪薬飲んだ時ですね、風邪とかなんかそういうのでね、薬を飲んだ時に夜中にね、ものすごくこう出が悪くなる時があるんですよ。
そしてね、それがこうどうしてもね、無理に出そうと思って息んだりするんですけれどもね、そうするとね、ちょろちょろ出たらなんとかなるんですけれどもね、そのちょろちょろがね、出なくなるんですね。そうするとね、これはね、もう苦痛なんです。そっから先はね、溜まっていく一方なんですよ。で、出そうと思ってもね、無理に出そうとしてもかえって息んでしまうとね、管が閉じてしまうというかね、押さえつけられてしまってね、でますます出なくなるということでね、まあ明日明け方の4時ぐらい、だいたいまあ4時ぐらいになったらもうどうにもならなくなってね、救急病院にね、駆け込むというふうな状態になるんですけれどもね。そして、病院、救急病院でね、まあ導尿って言うんですけれどもね、手術した時なんかね、全身麻酔で手術した時なんかしますけれども、導尿でね、管を入れてね、おしっこを抜いてもらうっていうかね。そうすると、まあだいたいそういうふうに、まあ詰まった時はね、 800cc ぐらいでしたね、溜まってた量がね。で、普段はね、トイレはもう 200cc ぐらいでね、もうそれ以上溜められないというかね、だいたい1回あたり 200cc ぐらいの量でしたね。はい、そういうのをまあ繰り返していて、とうとうね、67歳68歳、この頃にね、その尿閉をね、3回経験したんですかね。3回救急病院行きましたね。そしてまあ先生の方からね、もうこれは手術、今だったらね、まあ、手術適用の年齢なんでね、手術されたらいかがですかということで、手術をすることにしたんですけれどもね。はい、実はこれはいきさつがずっとありましてね、はい、遡ればね、実は、60歳の時ですかね、当時ね、まあ、企業勤めをしてたわけなんですが、企業のその検診があるんですね。毎年、まあ、成人病検診みたいなのをこう受けるわけなんですけれども、その検診の際にね、ちょうど僕ちが60歳ぐらいの時、60歳、59歳の時かな、 PSA 検査ですね、前立腺のね、マーカー検査ですね、腫瘍マーカー検査ですね、 PSA 検査が導入されましてね。で、はい、一発目のマーカーでね、高値 6.8 というね、通常ね、0.4 以下かな、それが 6.8 というね、数値がいきなり出ましてね、それは大変だとすぐ精密検査を受けてくださいということでね、当時、まあ、京都におりましたけれども、京都の、日赤へね行ってね、ですぐもう生検ですね、前立腺生検と言いましてね、まあ、がんの、ね、スクリーニングをするわけなんですね。まあ、これがね、1泊2日の入院なんですけれどもね、まあきつかったですね、はい、まあ、一応脊椎、腰椎にね、麻酔を打って、下半身麻酔を効かした形でやるんですけれどもね、まああられもない格好をしながらね針でブスブスとね、前立腺の組織を取られるというね、まあ12箇所を生検しましてね、で12箇所針刺して生検してみたんですが、結果はね、特に悪性のがん細胞はまあ見つからなかったということで、まあ、経過観察ということになりましたね。はい、それがちょうど60歳ぐらいの頃ですね。はい、まあ、そこから先はね、ずっともう何て言うんですか、その PSA の数値、これとの戦いなんですね。まあ、大体、半年に1回 PSA の、ね、数値を追っかけていくんですけれどもね、3ヶ月に1回行ってたんかな。はい、そしてその PSA の数値、まず超音波でね、前立腺のその状態なんかをこう見るんですけれども、まあ、その時にね、もうすでにね、前立腺肥大気味ですねということは言われておりました。まあ、年齢とともにね、多くの方が前立腺肥大を起こしてくるということでね、まあ、ぼっちもその中の、
一つということで、まあそのいわゆるマーカーの PSA の値がね、うん、その高値が出てるのは2つ原因がありますね、考えられましてね、一つは前立腺肥大に伴うその PSA ホルモンのね、漏出ということ、それからもう一つはね、がん細胞がどっかにあって、そのがん細胞から、血中にねその PSA のホルモンがね、漏出するというね、まあ2つのことがまあ考えられるんですけれども、まあ結果的にはね、しばらくの間はとにかくあの生検で出ない以上はね、うん、まあ疑いは持ちつつも、全く白ではないという状態がねずっと続きました。でこれはもうあのいわゆるその前立腺の手術をするまでの間ね、すなわち68歳になるまでですね、ずっとそのまあ前立腺がんのね、可能性というのは捨てきれない状態でね、で PSA の値もね、まあ、10を超えるところまで上がったりしましてね、何回も何回もこう行ったり来たり行ったり来たりを繰り返しながらね、だんだん少しずつ高くなってきたような感じがします。まあそういうあの状況にありましたね。でまあその先ほどお話ししたようにね、63歳ぐらいからその広島の方に、帰ってきてですね、朝の通勤はね、バスで1時間ほどね、バスに乗って、通勤をするという日々を繰り返したんですが、まあ、そこで辛かったのはやはりそのトイレにね、トイレが我慢できなくなる、で途中下車してね、マック行ってね、マックのトイレを拝借してね、用を足して、そしてまたバスに乗ってね通勤すると、まあそんなことをね、まあ、繰り返してましたね。だからどこにねトイレがあるっていうのをね、もう完全に把握してましたねまあ恥ずかしい話ですけどね、これもう仕方ないですよね。はい、多くの方がねやっぱりそういうのをね経験されてる方もまあされてるかもしれませんし、まあ実際されてる方もいらっしゃると思います。はい、そしてそのまあそれはなんでそういう風に頻尿になってくるかというとね、これはねまあ原因としては、膀胱のそのね筋肉がその硬くなってね、老化に伴って硬くなって柔軟性を失ってね、たくさん溜めることができなくなるというのがあるんですが、まあぼっちの場合はね、実はその前立腺肥大ですね、これがどんどん進んでいってたんですね。で最終的にはね、前立腺の体積が 80cc ぐらいの大きさになってましたけどね、まあ、かなり大きいあの肥大ですね。だいたい 30cc から 40cc ぐらいだそうなんですけれどもね、体積が、まあ、倍以上の大きさになってましてね。でその前立腺というのはね、ちょうど膀胱の下にあるんですね。で膀胱の下にあるもんですからね、その前立腺が大きくなるとね、膀胱を押し上げるような形になるんですね。そうするとね、ちょっと、まあ、汚い話、下の話で申し訳ないんですけれどもね、その前立腺がその膀胱を押し上げるとね、まるでね、カルデラ、阿蘇山のね、カルデラ、真ん中に阿蘇岳がありますよね、阿蘇の火口があるんですけど、そしてその周りはね、外輪山のに囲まれたね、カルデラがあるわけなんですが、ちょうどその膀胱の底の部分がねカルデラ状態になっちゃうんですね。で真ん中にね、いわゆるおしっこが出るね、膀胱からの出口がね、ちょうど阿蘇の中岳のようにね盛り上がったところにね、そのおしっこの出るところがあって、そうするとね周りのカルデラの部分にねおしっこが溜まっちゃうんですね。ですからトイレ行ってね出し切ってもねできらないんですね、出し切れないんですね、残っちゃうんですね。でそれがね、例えば 100cc とかね、 80cc とか 100cc とかこう溜まってくるわけなんですよ。そうすると膀胱自体のねその許容量がね少な、ただでさえその筋肉が衰えてね柔軟性がなくなって貯水量がね減ってる中にね、そういう風に真ん中に前立腺が突き上げてね、カルデラ湖ができてそこにおしっこが溜まってしまうもんですから、だから要は許容量がものすごく少なくなっちゃうんですね、結果的に。
で、しかもおしっこ出しても出してもね、残ってるという状態になっちゃうわけなんです。まあそんなんがあってね、だから前立腺肥大と頻尿というのもね、関係がある、あの密接にあるみたいですね。はい、えらいちょっとね、悩ましい話してますけれども、でまあそういうことがあって、でしかもその前立腺が肥大するということはですね、真ん中、その前立腺の中をね、尿道が通ってるわけなんですけれども、それをね、まあ前立腺が腫れると、要はその中の尿道を圧迫してね、要は塞いでしまうわけなんですね。周りから包み込んでる、その尿道を前立腺の組織が包み込んでるわけなんですが、その前立腺が腫れると、その尿道がね、潰れてしまうわけなんですね。で潰れてしまうとおしっこが出なくなるわけなんですが、その潰れてしまった状態で生きちゃうんですよね。出したいもんですからね、おしっこ溜まってて出ないから生きんでしまう。で生きんでしまって力を入れるとね、ますますその前立腺に負担がかかってね、その近辺にね負担がかかって、そして尿道が腫れてしまってね、圧迫してしまって、もう癒着するような感じになってしまってね、張り付いてしまうんですよね、多分ね。そしておしっこは全く通らない状態になってしまう。それが尿閉という状態なんですね。でなんでその前立腺が腫れるのかといったら、まあいろいろ原因はあるんだと思うんですけれどもね、お酒を飲んだり、それからですね、一番多かったのはやっぱり薬でしょうね。風邪をひいたりねした時が一番怖いんです。で鼻水を止める花粉症の薬ですね。ですから花粉症の季節はね大変でしたね。要は花粉症の薬が尿閉を起こす可能性があるね、そういう排尿障害を引き起こす成分を含んでますんでね、それでその花粉症の薬が飲めないんですよ。で間違ってね、その尿閉を起こすまでの間はね、まあ頻尿で済んでる間はね、結構薬飲んでました。その花粉症ひどいもんですからね、花粉症の薬なんか飲んでたんですけれども、だん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 ね、なんかこうおしっこの出がその薬を飲んだら悪くなるわけですね。でそうこうしてるうちに、一番最初の、尿閉を起こしたのが多分67歳なった頃ぐらいじゃ、67歳ぐらいだったんじゃないでしょうかね。夜中のね、4時ぐらいですか、ちょうど、まあ、いつも4時ぐらいですね。4時ぐらいに尿を起こしましてね、悪いけどちょっと連れてってくれって言って、医者連れてってくれって言って、でね、でまあずっとね、京都時代からね、紹介状をもらってね、広島の大きな総合病院の方で前立腺のずっと PSA の数値追っかけとね、薬をもらったりしてましたんでね、はい、でそのかかりつけのところへ救急で行ってね、そして導入してもらって、まあ、とりあえず落ち着いた。で一回導入してもらうとね、もうあとはねしばらくは大丈夫なんですね。前言うたら発作を起こすみたいな感じですね。はい、そしてまあ1回目はまあ、やっぱり薬が悪かったんかなとかいうことでね、いろいろと、まあそれ以後気をつけてね、風邪薬なんか飲まないように、まあ、してましたけれどもね、そしてその差し障りのない薬を出してもらうようにしてましたけど、でそうこうしてたらね、また、尿閉を起こして、そして近くの救急病院にね行って、そしてそうこうしててまたもう本当もう最後はもう2ヶ月後ぐらいでしたっけね、また尿閉を起こすというふうに、そのもう 状態化していって、ますます悪化してたわけですね。でまあ先生の方がもうこれは手術しかないですねということになったんですが、残念なことにですね、ちょうどコロナの真っ最中でね、もういわゆるその前立腺がんの手術の方もね、なかなか思うようにできないような状態だったんですね、病院が。でそういう中での前立腺の手術ということでね、まあちょっとしばらく待たされましたけれどもね、都合をつけてもらってですね、 YouTube を始めてね、
まだ1年経たない頃ですね、ご覧のね動画を上げておりますけれども、まあ、これがその手術の時のね経緯なんですね。はい、そして、まあ、手術はね、あの全身麻酔で行う、まあ、手術なんですけどもね、ホレップ手術って言いましてね、ホルミニウムレザーというねレザーメスを使ってね、手術をするんですが、前立腺をね、まあ、ちょっとね、女性の方にちょっとあれですけれども、はい、正式名称はね、経尿道的前立腺核摘出術というんですね。要はね、カテーテル、大きなカテーテルをね突っ込んでですね、そして、前立腺のね、中をね、くり抜いちゃうんですね、レーザーメスで。まあ言うたらのみかんのね、顔を残して中身をね全部ねくり抜いてしまうみたいなイメージですね。時間にしてね、何時間、3時間か4時間かね、ぐらいかかりますけれどもね、なかなか大変な手術でございます。で、まあ本人はね、まあ麻酔でね、全身麻酔で寝てますんでね、何もわからんのですけどね、なかなか手術される先生の方はね大変な手術のようですね。はい、まあそういうことで、手術をしまして、まあ、1週間入院でね、まあ、すぐあとは退院して通院という格好になるわけなんですがもう最初初めてトイレ行った時はね、もう感激もんでしたね。はい、もう本当水道の蛇口がバーッと開いてね、ザーッとねおしっこが出るんでね、こんなにおしっこ出るもんかいなと思うぐらいね、もうすごく本当もうなんか蛇口が壊れたんじゃないかと思うぐらいね気持ちよく出ましたね。あっという間にトイレが終わってしまうというね、ジャーッと出て終わるみたいな、はい、そんな感じでね、まあ、手術したらね、もうまさにもう効果的めん、そりゃそうですよね、前立腺のその中身がねくり抜かれたわけですからね、要は圧迫するものがなくなったんで、まあこの手術をした後ね、心配になるのはね、要は尿漏れということでね、はい、まあ、これはぼっちは思うんですけどもね、もちろんその病態にもよるんだと思うんですけれどもね、まあ、先生のその腕にもよるんじゃないかなというのは、まあ、これ言っていいのかどうか分かりませんけどね、やっぱ手術の上手な先生にやってもらうと、まあ、そのあたりも含めてね、うまく、予後がいいんではないかなとぼっちは思ってるんですけれどもね。はい、ですから、まあ、このまあ、彼に伴う、ね、その前立腺肥大という、ね、こういうその、まあ、障害、まあ、これぼっちの場合はですね、ちょっと術後出血が止まらないという、ね、トラブルはありましたけれどもね、まあ、それは止血剤を飲むことで、ね、解消しましたし、あとその予後についても、ね、心配された尿漏れとかね、そういったものも全くない状態でね、ほとんどもうパーフェクトな状態でね回復することができたということでね、ですから、まあまあ、症状によって違いはあるかと思うんですけどね、人それぞれ違いはあるかと思うんですけれどもね、ぼっちの場合はね、この前立腺肥大というね、その、まあ、しかもかなり重度のね前立腺肥大という、ものに対してのね対策はね、まあ、この若い時っていうかね、70前にね、済ましてしまえたのはね良かったんではないかなと。実はツーリング、この YouTube をねもう始めた後手術をしたわけなんですけども、その YouTube を始めてからね、まあ、キャンプツーリングとかねこう行こうと思うんですけどね、要はキャンプツーリング行ってね、もし現地でね尿閉を起こしたらね、どうしたらいいんだろうというのはね、もう常に恐怖ですよね、そういうのは。ですからおそらく最初は行けなかったんじゃないかな、キャンプツーリングはね、おそらく行ってないんじゃないかなと思うんですけどね、絶対そのキャンプ行って、そこでお酒飲んで尿閉を起こしてね、救急車呼んでみたいなことになったら大変ですもんね。はい、だからまあ、だからお酒飲むにしてもね、やっぱりそれを心配しながら飲まないといけない。それから風邪薬が飲めない、それから花粉症の薬が飲めないね、
抗アレルギーの薬が飲めないっていうね、まあそういう非常に大きな不便がね、伴いますんでね、この前立腺肥大という病気をね抱えてますと、まあそういう意味ではね、かなりその QOL、 いわゆるその、まあ、シニアライフを送るにあたってね、生活の質がね、大きく改善するね、手術だったんではないかなというふうに思います。まあそういうふうなことでね、はい、本当にまあしてよかった、手術、経年変化に伴うね、故障の解消ということでね、前立腺肥大のね、ポレップ手術のお話をね、させていただきました。はい、3回目ということになればね、もう肩の方もだいぶ慣れてきましたね、バイクにね、まあ、あんまり力入れてるとなんかこわばってきますけれどもね、まあ、軽くこう手を添えてる感じではね、全然もう、そしてちょっと椅子をね、前も心持ちね、手に負担がかからないようにね、前寄りにね座っています。体を起こしてね、手を少し、縮めるような感じでね、はい、こうすることで肩の力がね、少し抜けるんでね、まっすぐ肩を伸ばそうとするとね、やっぱり負担がかかりますんで、ちょっとこう肩を落とした感じね、前へ出すんじゃなくて落とした感じにしますと負担が少ないようですね。2時間ばっかしね、ゆっくりと入ってましたね。はい、リハビリリハビリ、そしたらキロに着きます。はい、今日もね、無事にね、出発線の41県道いつもの出発線のところまで戻ってきました。はい、今日はね、墓地のね、加齢に伴う現象とね、いかに戦ってきたかというところをね、墓地の実体験でね、お話をさせていただきました。はい、少しでもね、皆様のお役に立てばね、幸せかと思います。はい、うるさいねはい、ということでね、今回の動画はこの辺りで締めさせていただこうと思います。いつもプロ墓地チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録の方も墓地大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そうしましたらまた次の動画でお会いしましょう。さようなら